こんにちは、小笠原です。今回のテーマはですね、10のマイナス8乗モルパーリットルの塩酸の pH、pH ということで、まあ、後半のところで実際にこの pH を求めてみます。まあ、そのレベルちょっと発展になるので、一応発展と付けさせていただいたんですけれども、まあ、こんな問題なんですね。10のマイナス8乗モルパーリットル、塩酸の pH の値はいくつでしょうとか、pH5 の塩酸を純水で1000倍に希釈すると、pH の値はどうなるでしょうかというの問題が、これ、まあ、化学基礎でも出てきますね。そうすると、まあ、答えさせたいのは pH8 って答えさせたいんですけど、おやおや、これはなんか変じゃないかと。薄い塩酸が塩基性になるのと。もしくは塩酸を水で薄めていくと塩基性になってしまうの、なんか変だなと。まあ、こんな問題なんですね。まあ、実際にですね、ちょっと10のマイナス8モルパーリットルの塩酸を作ってみました。動画の方をご覧ください。では今日はですね、0.01 モルパーリットルの塩酸を使ってですね、10のマイナス8乗モルパーリットルの塩酸を作っていきたいと思います。まずですね、これを1000倍に薄めたいと思いますので、この100ミリのメスフラスコを用意しましたので、1ミリ取ってこちら、1000倍にですね、薄めていきたいと思います。ホールピペットもね、1ミリリットル用のちょっとちっちゃいやつ、これを使って、いきたいと思います。はい、でホールピペット 1ml を取りましたので、こちらの方に移します。では水を、ね、入れていきたいと思います。はい、ラインぴったりになりました。では振っていきたいと思います。あ、結構これ重いんですよね。はい、これで10のマイナス5乗モルパーリットルの塩酸ができました。ではですね、この10のマイナス5乗モルパーリットルの塩酸を使ってですね、10のマイナス8乗モルパーリットルの塩酸を、作っていきたいと思います。これをまた1取ってですね、1000倍に薄めたいと思います。ホールピペットは新品に、変えました。乾いてるやつに変えました。でメスフラスコは濡れてますけど、純水で濡れたまま使います。こちらをですね、1ミリほど取ってましたので、こちらの方に移します。薄めていきましょう。はい、であと少しですね。こんなもんですかね。はい、10のマイナス8乗モルパーリットルの塩酸ができましたので、これも振っておきます。さて、ではこの溶液にですね、BTB を入れていきたいと思います。まず 0.1 のマイナス2乗モルパーリットルですね、塩酸。ということで、BTB 黄色になります。10のマイナス5乗はどうでしょうね。うん。もう結構緑ですね。10のマイナス8乗は。はい、しっかり緑ですね。もう10のマイナス5乗ぐらいで、結構中性っぽい感じになってますね。まして10のマイナス8乗だと、かなり緑、中性っぽくなってます。は
動画の方でご覧いただきましたけれども、これはまあありえないですね。ペハ7に近づきます。10のマイナス8乗に行くともうほぼ中性になってしまうんですね。塩酸をすごいこの1000倍とかね、さっきの動画では10のマイナス2乗を1000倍にしてさらに1000倍にしたので、1万10も100万倍に薄めてます。もうあんなにしちゃうとほぼ水です。ほぼ水なのでほぼ7と、まあ、そういう結論なんですね。ではこれどうなんでっていうことなんですけれども、このぐらい薄くなっていくとですね、水の電離による H プラス OH マイナスが無視できなくなるから、こんなことが起こるんですね。こちらの後半の方では実際にこちらの pH の方を求めていきたいと思います。まあ、ただし水の電離の知識とか少しちょっと難しい内容、化学基礎をちょっと超えた内容も使いますので承知しておいてください。はい、この場合ですね、まあ、もちろん塩酸の電離のこの10のマイナス8乗モルパリットルあるんですけれども、まあ、水の電離分があるわけですね。水の電離って塩酸がなければ10のマイナス7乗ぐらいありますからね、どちらもね。もうこれが無視できなくなります。で、水の電離の分を XX と置きます。そして今水のイオン積の考え方を使うんですけれども、水のイオン積でですね、この水素イオン濃度と水酸化物イオンの積が10のマイナス14乗になります。で、今水素イオン濃度の方はこれの和になりますから、X プラス10のマイナス8乗ですね。で、OH マイナスの方が X であると。で、この積が10のマイナス14乗である。したがって、二次方程式になるわけです。X 次乗足す10のマイナス8乗 X 引く10のマイナス14乗イコール0。これの答えがですね、X になって、これは水の電離分になります。それに、この10のマイナス8を足してあげた分が H プラスになって、そこから pH を求めていくと、まあ、そんな話になりますね。で、ここからあとは数学の話ですけれども、では、この二次方程式を解いていきましょう。解の公式を使います。2a 分のなので2分のになりますね。マイナス b なのでマイナス10のマイナス8乗です。プラスマイナスルート b1 乗のところは10のマイナス8乗ですね。マイナス 4ac のところ、 a は1なので 4×10 のマイナス10のマイナス14乗となります。そうしますと、ここのところがですね、この分がちょっと足し、ここプラスになりますからね、 401×10 のマイナス16乗になるんですけれども、ここの部分が約400なので約 2×10 のマイナス7になります。およそですね、10のマイナス8乗プラスマイナス ×10 のマイナス7乗割ることになります。ところがこの X はですね、負の値になることはありませんので、これの正の値側ですね、こちらのプラスの方だけになります。 2×10 のマイナス7乗を引くことの 0.1×10 のマイナス7乗、10のマイナス8乗の部分をちょっと変形しました。そうしますと 1.9×10 のマイナス7乗割る2になって 0.95×10 のマイナス7乗モルパーリットルということになります。ですので 9.5×10 のマイナス8乗モルパーリットルですね。ですので、この X と先ほど塩酸の電離分を足します。 H プラスのモル濃度は 9.5×10 のマイナス8乗足す 1.0×10 のマイナス8乗になりますので、1.05×10 のマイナス7乗モルパーリットルというふうになります。ですので pH 計算しますので、7引くログ10定の 1.05 を計算することになります。このログ10定の 1.05 が約 0.02 になりますので、この値は 6.98 ということになりますね。ほぼ7であるというのが計算でも確認することができました。